中華人民共和国中央軍事委員会は、中華人民共和国の最高軍事指導機関。1982年改正の中華人民共和国憲法によって設立。国家中央軍事委員会ともいい、中国では短く国家国などと略す。中央軍事委員会主席は、中華人民共和国の軍隊である国家、武装力量の最高司令官。2013年3月より、 中国第五代最高指導者の習近平が放職している。国家中央軍事委員会とは、主席、若干名の副主席及び委員で構成される。国家中央軍事委員会主席は、全国人民代表大会によって選出される。副主席及び委員は、主席の指名に基づき、全人代が選出する。任期は5年。法律上、連続再選の制限はない。 国家中央軍事委員会主席は全人代及び全人代常務委員会に対して責任を負う。1982年憲法第93条第1項では国家中央軍事委員会が全国の武装力を領導すると規定されている。これは東商兵の軍事改革によるものであり、1975年、 憲法及び1978年憲法で中国共産党中央委員会主席が全国の武装力を統率すると規定されていたものを改正し解放軍を国家の軍事機構化する措置であった。一方で憲法全文に中国共産党が国家を領導することが謳われており、また中華人民共和国国防法では中華人民共和国の武装力は 中国共産党の領土を受ける武装力の中の共産党組織は共産党規約に従って活動するとあるため結局中国共産党が軍事を支配することになっている特に中国共産党中央軍事委員会と国家中央軍事委員会の構成委員が同一であることを踏まえれば国家中央軍事委員会は党中央軍事委員会に服従するという体制に 他ならならい中国人民解放軍が党の軍隊と言われるのはこのためである。国家中央軍事委員会の職権は中華人民共和国国防法第13章に明記されている。1982年憲法において国家中央軍事委員会が規定され、本大会において初めて委員が選出された。1987年に党昌平は 中国共産党中央委員を退任して一般党員となるが、党及び国家中央軍事委員会主席の立場で国家を指導した。1989年の第二次天安門事件において、張志陽はその責任を問われ、党及び国家の全役職から解任された。新たな闘争初期には江沢民が抜擢され、翌1990年には党昌平に代わり、 軍務経験のない校が軍事委員会主席に選出された。天安門事件以降、軍内で影響力を増大させた、要将魂、白水兄弟が軍医から追放される。そしてまた、1994年制定の人民解放軍軍艦階級条例において、主席には軍階級を授与されないことが定められ、軍艦であることが原則化された。 江沢民は今大会において国家主席を退任し、古今党に引き継いだ。しかし、東商平に同じく中央軍事委員会主席の職は保持し続けた。そのために批判が多く、2005年に同職も古今党に引き継いだ。副主席、今日その秋副主席、バリマタ、キャン2010年に習近平が党及び国家軍事委員会副主席に任ぜられ、 ご近藤の時期後継が事実上確定した。2012年の党大会で、すでに党中央軍事委員会主席を継いでいた、習近平が国家中央軍事委員会主席の職も引き継ぎ、憲法上においても、軍権を掌握した。平松、10から11ページ。平松、5から6ページ。第7、届け全国人民代表大会第三次会議席、右折樹。 東昇平時居中華人民共和国中央、軍事委員会主席職務的請求的、佐田 AB 中華人民共和国全国人民、代表大会広告第1号第10、届全国人民代表大会第3次会議席、右折樹、郊卓民事居中華人民共和国中央、軍事委員会主席職務的請求的、佐田中華人民共和国全国人民、 代表大会広告第4号 AB 中華人民、共和国全国人民代表大会広告第5号、中華人民共和国全国人民、代表大会広告第3号 AB 中華人民、共和国全国人民代表大会広告第5号、AB 全国人民代表大会広告第3号、滝口281ページ。AB 中華人民共和国全国人民、 代表大会広告中華人民共和国全国人民代表大会広告 AB 中華人民共和国全国人民代表大会広告 ABC 全国人民代表大会常務委員会佐田定人名的名探中華人民共和国全国人民代表大会広告 ABCDE 中華人民共和国全国人民代表大会広告第3号 AB 中華人民 共和国全国人民代表大会広告第4号、中華人民共和国全国人民代表大会広告 AB 中華人民共和国全国人民代表大会広告中華人民共和国全国人民代表大会広告 AB 中華人民共和国全国人民代表大会広告。ありがとうございます。